全日本マットに、さあこれからマグマを吹き起こす。いやここはねもう本当にちょっとね樽を撃退してほしいですね。そうですね。さあ佐々木健介、中島勝彦、そして鬼嫁北斗晶です。あほら110パンドブラザーヤッシー、オゲレス先行最終戦まで炸裂ブラザーヤッシー、235パンド近藤修司、ラリアット炸裂か近藤修司。赤コーナー200パウンド中島勝彦、その蹴り技は絶妙、中島勝彦。260パウンド佐々木健介、風林火山カグマがやれるか。和田翔平、あっと今樽が北斗に襲われましたよ。放送席目の前から北斗がフェンスに激突から大変なことになっている。後楽園ホール大変なことになっています。さあ放送席、おっさあ向こう側は今樽がもうやり放題、引き放題、暴れ放題、これはいけません。なぜか今日はもう放送席の私ももう襲われ大変なことになっています。水はかけられれば大変だ。さあそして佐々木健介、いやでもね、はい、ブードゥはね、はい、やっぱり頭脳作戦ですよね。あえて北斗を先に襲うというね、はい、意外な行動ですよね。これで健介ファミリーね、はい、バラバラになってしまいますよ。あっと今樽が急を持った中島健介、中島に、さあ、あ本場も入ってるんですけどもね、本場はあの神戸でもってね、はい、健介ファミリーに武者修行、ね、武者修行を入りしたんですよね。いやー、これは大変なことになってる。そして鉄パイプを持ってまた大出せるか。お鉄パイプが曲がってますよ。さあ北斗が樽とやり合う。さあ樽が自慢の挑発を振り乱し、そして鉄パイプ折れましたもんね。折れました。鉄パイプより木刀の方が強かった。入場はと言いますとブラザーヤッシーが佐々木健介、佐々木、そして中島が、あ放送席から打たれ流血、中島すごい流血ですね。中島が流血になりました。太陽タックルと切られたブードゥーバーダーズが卑劣なことをしています。そしてさあ中島のこういったかつて大流血というのはあまり見たことがありません。そうですね、ちょっと記憶ないですね。はい、おそらくこれ全日本マットでも初めて。そしてブラザーヤッシーと近藤修司、やりたい放題し放題、取り蹴っておいた。そして低空の蹴り合わせ技、もうこれ試合のペースは完全にブードゥになってますよね。そうですね、ブラザーヤッシーは語りました。開幕戦は俺らの試合が一番沸いていたやんけ、全日本を乗っ取るのも時間の問題や覚えとけよと、そう語りましたブラザーヤッシー。健介が水平になった、ロープレフトを置いてパワースラムからパワースラム、健介が、いや、 やっぱりね、はい、ファミリーの危機にはね、はい、一家の大黒柱が頑張らなきゃいけないですよね。さあここでマグマが大噴火、あっと中島も本当にもうこんなに流血しますとおそらく戦争室になるかもしれません。あっとやっぱり彼が手を出してまいりました。樽が足を出す、それにしましても中島はちょうど放送席から状況を捉えることができますが、あ
あ、流血ひどいです。あ、これも状態です。中島勝彦、これではちょっと試合をするのは難しい。しかしその間に、あーっと丸が入ってきた。鉄パイプは2本あった。鉄パイプはもう1本ありました。さあ、あーっと佐々木健介を殴打しました。いや、ちょっとね、北斗もね、ここでエキサイトすると思うツボですよね。そうですよね。完全にこれは相手のペースに入ってしまった。さあ、ブラザーヤッシーと近藤修司、悪行三昧を働いています。二人がかりでもって佐々木健介を赤コーナーサイド、そして中島勝彦をおびき出そうとしてますよ、これは。そうですね。あ、強引にリングに引きずり込みましたね。北斗とね、本間が阻止してるんですけどもね、それはまた樽が北斗を襲った。北斗を襲った。本間は同等的に北斗、北斗を襲った。そしてまた本間智明をも投げつけました。一方、佐々木健介も放送的に目の前。いやー、もう中島がね、もうさらしも戻ってますね。さあ、健介ファミリー絶体絶命。その牙城を崩そうというのが悪の集団ブードゥーバーダーズ。ちょっとね、林ドクターもチェックに入ってますね。血色もひどいんでね。そうですね。さあ、そして今中島が噛みついている。ブラザーヤッシー顔面噛みつけ。ブラザーヤッシー悪の吸血鬼と化してしまった。さらには中島、しかしどうやるか。そうですね、レフリーもね、健介に、ね、止めるかどうか聞いてましたからね。近藤修司が逃がさない。近藤が逃がさない。スイッチできない。さあ、中島、この暴走ファイターから受ける苦しみ、この苦しみから脱出することができるか。しかしリング下ではタルト、そして北斗晶睨み合っています。タルが手を出した。さあ、鉄パイプで持って中島、それを決行したのが佐々木健介。さあ、ここは投げ技で来るぞ。抑え込んでって、カウントは2カウント。いや、ちょっと流血止まらないですね。そうですね、止まらないですね。若い中島、アクラツ軍団から受ける流血戦の初体験。佐々木健介がエプロンからリングした。いやー、これはもう場内からものすごいブーイングが起こっています。後楽園ホール、ブラザーヤッシーがスタンピング。いやー、まあ血がもう滴り落ちてますよね。でカメラマンに写真撮らせてるんですよ、近藤は。これをね、これは本当に心にくいですね。将来から勝彦コール、それに応えることができるか。あ、でもまだ目は死んでないですよ。とにかくブラザーヤッシーと近藤修司、悪いことのし放題であります。相手を罵ったブラザーヤッシー。中島がスパッとできて、ミドル左。あ、踏ん張りどころですね。
修司に全身から一本強い さあこれはトルネードボブから抑え込んでいってケンスケファミリーがブードゥーマーダーズ玉砕に来るか。さあそしてここはソラングルホールド、しかし近藤修司が正面から飛んできたところで見ていました。ケンスケよく見ていた。ありがとう宙を舞ったブラザー SC 抑えどうか。2カウントングルホールド佐々木健介。さあ佐々木健介がちょっとねあのギブアップ取る技は時間かかるんでね、こういう乱戦の中では不利ですよね。そうですね。アウトがサードロープにブラザーヤッシュらしかかったんですが、そこを出した。さあいや健介はあえてね、はい、中島に行かせましたね、さあジェット相手を睨んだ中島、左左左に飲むロープ振っておいてロープ振っから抑えて2カウントといった。中島気合入れてエルボーできました。ブレンバスターから抑えるどうか。2カウントあっしゃあ中島勝彦ブラザーヤッシーをロープに振ったが逆に振り込まれてどうか。ブラザーヤッシーラリアット、ちょっとヤッシーの方も息が上がってくる感じ。そうですね。ただねここ中島ね、本当にね、はい、パッパッパッと攻めていかないとまた流れ変えられますよね。そうですね。佐々木健介にもさあ近藤修司がおっと放送席目の前佐々木健介もやり合っている。さあそしてブラザーヤッシーがニュートラルコーナーから飛んでくるぞ。しかしそれを下からパンチ。なだれ式のブレンバスターに行きたいところでありますが、ブラザーヤッシーもちょっとこれですか。 R15 炸裂。押さえてきて右が入った。いやまたこれ何か考えてますよ絶対ね。ブルドゥはねこっちに目を引きつけといて近藤入ってきましたよ。あそうですね。投げマハッタンドロップ近藤がキングコングラリアット火を吹いた。さあブラザーヤッシーが決めるのか。してやられましたね。ダーツにしてやられました。ブラザー近藤君勝ち。その前のキングコングラリアットが火を吹いた。さあそのタイムは12分28秒でした。武者修行中の本間も怒った。いやこれ中島も心配ですね。いや本当頑張ったんですけどもね、はい、やっぱりアクラスの戦法にねハマってしまいましたね。しかし今樽が北斗のことを挑発しています。もしかしたらいや北斗のこの表情を持ってますよ。北斗と樽
丸がぶつかるっていうことも考えられるってことね。しかしこの勝負12分28秒、キングコングラリアットからそしてブラザーヤッシーが中島を抑えて、ブーブーバーバーズブラザーヤッシー本能十字組に回転が上がりました。悪辣な戦法で勝利を勝ち取ったブーブーバーバーズ、恐るべき凶悪集団です。その前に健介ファミリーは敗れ去りました。ただやっぱりね、中島悔しいでしょうね。とにかく大佐野さん、はい、まあ、こういったね、はい、まあ、ファイターとぶつかってこういう風にされてしまうのもプロになるね。そうですね、まあ、これも一つのね、はい、あのスタイルですからね、ブーブーのね、こういうのにも対応していかなきゃいけないわけですよね。しかしこの健介ファミリーとブーブーマーダーズの抗争、今日始まったと言っても過言ではありません。次のシリーズあたりから激化しそうな感じです。しかし今日は健介ファミリー敗れ、悪辣な集団ブーブーマーダーズに凱旋が上がりました。さあ次シリーズ、この構想も楽しみです。